久保さん確かにクイズってすごいですね。これからもクイズ番組、クイズ、クイズってすごい儲かりますね。確かにそういえば。<laughs> まあ、あの、これから僕は、あの、なんだあ、より考えること。要は考えるからみんな悩むんですよ。だから昔に比べると僕、悩みってすげえ増えたんじゃないかなと思うんですね。悩み。要は、昔は悩むほど、 暇じゃなかった。だから戦争、焼け野原でうわーやってる時に悩んでる暇なんかないとりあえず働くっていうところだったと思うんですよで今なんで悩みが多いのかっていうとあ暇だからですねそうだから悩みを解決する市場その精神的な心を癒すっていう市場はまあ今まあそれをざっくり言うとスピリチュアルなんですけどもその悩みを解決する場所ですねな久保さんの熟成さんでその電話相談で稼いでる人いると思うんですけど まあ多分ね、戦後だったらそういうのはなかったと思うんですね。まあ電話もなかったんですけど、多分。だこれからも本当にね、悩みを聞いてあげるというか、悩みを癒してあげるっていう市場がめちゃくちゃ伸びると思いますけどね。いってらっしゃい。